ジョン・マクレーンジョン・マクレーンは、アメリカ合衆国の裁判官、政治家、合衆国会議員、合衆国有政長官、そしてオハイオ州と合衆国の最高裁判所で、売籍裁判官を務めた。1785年3月11日、マクレーンは、ニュージャージー州、モリス郡において、ファーガス・マクレーンとソフィア・ブラックフォードの息子として、誕生した。マクレーンは、 家族と共に辺境の街を次々と移り住んだ。1789年にバージニア州モンガンタウン、1790年にケンタッキー州ニコラスビル、1793年にケンタッキー州メースビル、そして1797年にオハイオ州リッジビルに定住した。マクレーンは公立学校と家庭教師によって基礎教育を受けた。 その後マクレーンは法律を勉強し、1807年に弁護士として認可を受けた。同年、マクレーンはオハイオ州レバノンにおいて週刊誌、西方の星を創刊した。マクレーンは1812年にオハイオ州から合衆国会議員として選出され、翌1813年3月4日に着任した。マクレーンは1816年に会議員を辞任し、 同年2月17日に、オハイオ州最高裁判所の売席裁判官となった。1822年、マクレーンは、オハイオ州最高裁判所売席裁判官を辞任し、ジェームズ・モンロー大統領の指名により、公有地管理局長官となった。その後1823年、モンロー大統領はマクレーンを郵政長官に任命した。マクレーンは続くジョン・クイン・シー・アダムズ政権でも、 郵政長官を任され、アダムズ大統領の任期満了となる1829年3月まで郵政長官を務めた。マクレーンは新たな西部書集に多数の郵便局を設置した。マクレーンは1828年の大統領選挙においてアンドリュー・ジャクソンを支持した。ジャクソンは選挙で勝利すると、マクレーンに陸軍長官と海軍長官のポストを提示した。 だがマクレーンはそのいずれも断り、代わりに合衆国最高裁判所の賠席裁判官として任命を受けた。マクレーンは最高裁の政治家として知られるようになった。マクレーンは民主共和党、国民共和党、反ソ村党、保育党、自由土地党、そして共和党と所属を次々と変えた。マクレーンは政界書はすべての政党と提携した。 1841年に大統領となった、ジョン・タイラーはマクレーンに陸軍長官の地位を打診したが、マクレーンはこれを断った。マクレーンは猛烈なハンドレ主義者であったが、創設間もない共和党において1856年の大統領選挙に向けての候補者の一人として挙げられた。最終的には、ジョン・フリーモントが指名を獲得したが、マクレーンは続く1860年の 大統領選挙でも候補者の一人として挙げられた。1861年4月4日、マクレーンはオハイオ州シンシナティで死去した。マクレーンの遺体はシンシナティ市内のスプリンググローブ墓地に埋葬された。ありがとうございます。